堀口元気は日本のプロレスラー。本名、堀口博雅。東流門の二期生としてメキシコへ渡る。デビュー戦は1998年10月17日、メキシコナウカリでのタイパラメディコス1号、2号、3号戦である。日本逆上陸当初は未来忍者の衣装で登場。入場曲もリングネームの元ネタである、頑張れ元気の主題歌だった。 その後、サーファーキャラ路線を進み、入場時にサーフボードを持ってくるなどのパフォーマンスを見せる。しかしサーフボードをセットを見事件後、斎藤亮との確執が生まれ、ヒールユニット M2K に加入。そして、悪役キャラクターに転向。M2K から、ドゥーフィクサーへとユニットが変わってからは、マグナム東京と共にベビーターン。髪の毛が薄いため、ハゲコールを受けることとなる。 髪の毛をかけた試合に負け、坊主になる。その後は、坊主として活動するも、髪が伸びてきたら、再び、ハゲに戻る。試合中に技をかけられても仲間は助けに行かず、それぞれ楽器を持って、観客と一緒に応援し、自力で脱出する。その後は、ハゲコールと共に、斎藤良との、マラハ、イッサッパ、という掛け声を流行らせる。 この頃はコミカルな側面が目立つことが多かったが、ユニットの参謀役のポジションを担当。2006年末に斎藤亮との確執が発生。一度は和解の様相を見せながらも、2007年2月にリング上で斎藤を裏切り、マッスルアウトローズに加入。再びヒールに転向した。青く長い付け毛をまとい、カラーコンタクトを、はじめ不気味な様相を醸し出している。 さらにドラゴンキットとも構想し、3月25日にはマットサイダルからオープンザブレイブゲート王座をダッシュする。そのまま永久王者になろうと格索するも、7月1日に行われた神田博之との対戦に敗れ王座陥落。戸沢塾の象徴であるボンタンやアンソニー W、森のコスチューム等を盗むなどの構想を仕掛けた。 オープンザガンマゲートの実行委員長も務めた。2008年5月14日、マッスルアウトローズがニューハザードと合体し、リアルハザードになったのに伴い、リアルハザード所属になる。7月27日の神戸大会で1年半ぶりにオープンザブレイブゲートを奪取した。2009年12月、リアルハザードに加入した横須賀トール、ケーネスに同調し、ファイトスタイルが ベビーフェイス色が強くなる。しかし、リアルハザードの他のメンバーと衝突する。2010年2月7日、リアルハザードを離脱、その後同じく離脱した、横須賀トール、KNS、だと共闘するものかと思われたが、2月27日、京都 KBS ホール大会にて、ウォーリアーズマイナス5入り。シーマとは、登竜門、ドレアガンゲートを通じて、初の、 同じユニットのメンバーになる。2011年ブラッドウォーリアーズに入りヒール化するものの追放され、2012年に同じく追放された斉藤良、神田博之とジミーズに勧誘され加入。ジミーズ入りで他の選手がジミーをリングネームに入れる中ネームを堀口元気、HAG、ミーと解明した。6月17日、シーマの持つオープンザドリームゲート王座に 初挑戦したが、敗退。2013年9月29日、ブレイブゲート王座決定トーナメントにて優勝し、王者となった。2017年9月18日、ジミーズ解散。さよならジミーズを行った後で、リングネームを堀口元気に戻している。正統派のルチャリブレを扱うものの、堀口独特のフォームや技の形があるためどちらかといえば、変則型である。 第2代、第4代、第7代斎藤亮、ドラゴンキット第29代、シーマ、ガンマ第34代、42代、56代斎藤、ジミー亮、ジミー、カンダ第51代ジミー進む、斎藤ジミー亮第53代ジミー進む、ジミー影虎第5代第11代、第24代第40代パートナーは、斎藤亮第7代王者は2009年獲得第15代、 王者は2011年獲得。ありがとうございます。